最愛なるゆいへ、久しぶりに手紙を書きます。今日という特別な日を迎えるにあたり、これまでの道のりを一番近くで過ごしてきた、大切な大切なゆいへ、普段あまり言えないことを文字にしました。本当にここまで頼りない俺に寄り添い歩いてきてくれてありがとう、感謝の気持ちでいっぱいです。すごい、すごい、昔からのやつ感じしてくれて、今日という日をゆいと迎えられたことは俺にとって、最高の幸せです。これからもずっとずっと仲良くよろしくお願いします。世界一愛してます。泣いちゃった。